はい、こんにちは。これを解いてくださいということなんですが、これって、まあ、払わないですけど、分母払えば、とするとこれ4次方程式になりますよね。まあもちろん、x ノットマイナス5です。これはもう、そう与えられている以上、もう大前提なんですけども。で、まあ、分母もしも仮に払えば、こんなになって、じゃあまあ移行すると、で、これまあ4次方程式なんですけど、4次方程式で4次と2次と定数だったらまあ実質2次方程式だからいいんですけど、これってここに1次もあるし、ここに3次もありますよね。ってことは4次、3次、2次、1次定数全部揃った4次方程式を解こうと思ったら、それはうまくなんか因数分解なりなんなりができないと、まあ4次方程式、解の公式、まあありますけど、実用性はほぼないんで、なんかうまい工夫してあげなきゃなと。で、まあ、やれることといったら、まあ、これ、もちろん、x プラス5分の 5x カッコの2乗ですけど、これがね、こうしてもなんか別にあんまり嬉しいことがないのかな。それ以上なんかどうにも、なんか、置き換えることもできそうもないんで、とりあえず左辺できることといったら、x2 乗でくくれるかと。x プラス5の2乗分の25と。まあ、右辺は何もしてないと。ただ、x 乗でくくっただけ。で、このカッコの中って、まあ、通分すると、x プラス5の2乗分の、まあ、これは、これをただ展開しただけ。x2 乗。プラス 10x プラス25と25で合わせて50ですよね。そうするとここに x プラス5が見えますよね。 10でくくれば10括弧 x プラス5で分母も x プラス5ってことは、これ前半と後半に分けてやると x プラス5の二乗分の x 二乗と、こっち一個約分できますよね。x プラス5が。分の10ですよね。こうなんで。一個約分できると。で、これでなんかこう、x プラス5分の x 二乗っていうのがなんか見えてくるかなと。x プラス5の2乗をじゃあ書いて、あえて x プラス5を2個と、これただ配ると、x2 乗と x2 乗、プラス x プラス5分の 10x の2乗。これ今展開してみただけ。そうすると、これが一塊に見えてきたかなと。x プラス5分の x2 乗を t とすると、これちょうど t の2乗ですよね。t の2乗。これ 10t。イコール24だから移行しちゃって、t の2乗定式な。そしたらこれが t、これは因数分ができません。12と2。プラス12と t マイナス2が0と。そうすると、t が出たと。ってことはもう、これ単なる、t が定数だったら、単なる二次方程式ですよね。じゃあまあ解けたかなと。それじゃあ、x プラス5分の x2 乗がマイナス12は x2 乗、マイナス12掛け算して移行するから、プラス 12x プラス60。これはもうここがでかいから、明らかに実数解じゃないんで、まあ別に特に解けとしか言ってないんで、まあ虚数解も、まあこれもう実数解なしとして、ここは無視した人はそれはそれでいいんですけど、まあ解くならば、x プラス6の2乗、プラスマイナス36だから24が0なんで、x はマイナス6プラスマイナスルート24の i、24i だからじゃあ一応中身簡単にするなら、2ルート6か。2ルート 6i と。で、こっち、x
プラス5分の x2 乗が2の方は x2 乗マイナス 2x マイナス10が0なんで、これはまあ x マイナス1の2乗イコール11っていいですか。なんで x は1プラスマイナスルート11という、まあこの4つが解となりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。